マーサと検察官、マーサ・コーリーは、セーラム魔女裁判の犠牲者、ニューイングランドで生まれた。村中が経験で熱心に礼拝に参加していた、彼女が告発されたのを見て驚いた。しかし、彼女は魔女の存在を信じていなかったので、告発を裏付けるような証拠は出てこなかった。告発者が嘘をついているという確信を持ち続け、そのため、数人の若い女子が、 コーリーのウィッチクラフトを非難した。村での変質病の気づいておらず、また、自らの無罪と免罪を確信していた。少女らが彼女の証言をしたように、彼女も裁判官にヒステリックな少女らを信じないように求めた。少女らは、まるで彼女により制御されていたかのように、彼女の擬体をはじめ、陪審員たちが有罪を確信するのに、十分な証拠であった。 1692年9月22日に、公主刑となった。夫、ジャイルズ・コーリーは、妻の疑惑と自らのウィッチクラフトの訴えを否定した。妻、マーサの死刑執行3日前の1692年9月19日に、大量の石失民による拷問で死亡した。コーリー夫妻は、アーサー・アミラーの、ルツボの著名な登場人物である。映画、サレムの魔女で、ジャンヌ・フュジェ、ジル。 クルーシブルで、メアリー・パット・グリーソンがマーサを演じた。アパム、チャールズ、セーラム・ウィッチクラフト、ニューヨーク、フレデリック・アンガー・パブリッシング・ CEO、2VV、VHP190、V にピアニッシモ、3842、43から55、111、324、458、507。ありがとうございます。